お世話になります。ひとりでございます。6月18日木曜日の12時から29日の月曜日の8時59分までの期間中、マックスレイドバトルに幻のポケモンゼラオラが登場していて、嫌われまくっていて話題になっていましたよね。ただその苦しみがようやく報われまして、期間中に合計で100万人以上のトレーナーがゼラオラを倒しましたので、6月30日の火曜日朝9時から7月7日火曜日8時59分までの期間限定で色違いゼラオラのプレゼントが開始されました。今回はその色違いゼラオラを受け取っていきたいと思います。まずこれ私最初愚痴言わさせていただきたいんですが、これ朝がずっとすぐ受け取ろうと思ったんですけど、サーバーが落ちててですね、私ずっと9時から何回もポケモンホーム連打しまくってたんですけど、もう5、60回ぐらいね押したけどね、全部エラーで、もうようやく今2時ぐらいですね手に入れることになったのマジかよってことなんですけど、まあそれはしょうがないですね。いきなりすみません。まず前提として色違いゼラオラは6月18日木曜日の12時から7月7日火曜日の8時59分の期間に、ポケモンホームとポケットモンスターソードシールドの間でポケモンを預けるか引き出していることが条件となっておりますので、あまりポケモンホームを使わないような人は改めてポケモンを移動させるといいでしょう。まあ移動させるっていうのは、まあ普通にちょっと移動させればいいだけだと思います。それ説明になってないですけどはい、こんな感じで画面出てきたら、まあ一応これ預ければいいとか引き出せばいいとか書いてあるんで、1個だけで多分大丈夫だと思うんですけど、一応預けてかつ引き出してこっちに送るみたいな感じでやっといた方が多分いいとは思います。まあどっちでもいいと思いますね。これで記録して終わるで多分 OK だと思います。はい、じゃああとはねスマホかタブレットのポケモンホームを用意していただいて進むだけですね。これタップトゥースタートってあるじゃないですか。これ押した後に絶対エラーになって、まずそもそもこの画面まで行かなかったんですからね。マジで本当にあれもう何十回やったと思ってんの、もう長時間無駄にしたわ、もう最悪。まあいいですわ。はい、でこれでどうすればいいかというと、びっくりマークが下にねついてると思うんですよね、この3本線のマークのとこに。それでここで不思議な贈り物を選択しまして、プレゼントボックスですね。まあこのびっくりマーク出てるんで、ただ見ればいいだけですね。え、これ来た？え、何これ？なんか2個あんだけど。どういうか、あ、そっか、鎧鉱石も手に入るからってことですね、多分。ゼラオラ勝利記念、有効期限なしということで、これ受け取っていきましょう。特別なマックスレイドバトルでゼラオラを倒したトレーナーの人数が目標達成。記念に特別なゼラオプレゼントありがとう。オッケー、受け取っていきましょう。いいえ。受け取った？あ、これもう行ったのかな？なんだよ、これ。なんか、スイッチの不思議な贈り物みたいに、ね、ピューンって来ないんだ。何もないの。こっちも受け取っておきましょう。こっちはあれですね、鎧鉱石で、シリアルコードが書かれてるということですね。それを入力すればいいって感じかな。はい、じゃあゼラオラを受け取れてるか見ていきましょうか。いるかな、ゼラオラ来い、頼む。あー、いた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 、めっちゃすげえじゃんこれ。うわーすげえすげえすげえ、うわープレシャスボールのゼラオラ来ました。すごい前鏡になってるけど、おじいちゃんみたいだな。前鏡になりすぎだろこれ、この角度よすげえ髪の毛めっちゃ長え、かっこいいね。これはめっちゃやべえわ。でそれ色違いマークついておりまして、でせっかちな性格ですね、素早さ上がるやつみたいな感じでございます。特性は蓄電でございます。でプラズマフィスト、インファイト、ブレイズキック、激輪ということでございます。まあいいんじゃないですか、まあ、激輪散々やられましたからね。でリボンがついてますね、クラシックリボン、ポケモンが大好きなことを証明する記念リボンということでございます。とりあえずこれ剣盾にも送って見てみましょうか。はい、で剣盾の送り方はもちろんポケモンホームですね。はい、でプッシュアボタンということで、はい、これでポケモンですね。ここからソードで連携と。はい、いるかな、ここでどこにいるかなと。あ、いた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 、マジか、いた、100レベルてかレベル100なんだ、今気づいたわ。そっかそっかそっか。でこれ移動させていきましょう、こっちに。はい、オッケー、到着と。これで終わると。まあ移動も簡単にできますね。はい、じゃあソードに来ましたので、これで見ていきましょうか。うわー、いた、すげえすげえ、マジか、 5V だしいかちいなめちゃめちゃいかちいわ。連れ歩きしてみましょうか。いやーすげえマジか、うわーすげえ速いし歩くの、うわーすげえ、めちゃめちゃかっこいい。意外と背ちっちゃいんだな、すげえ。でもめちゃめちゃ目が怖いけどマジか、すげえよ、びっくりマークついてる。わあ、かわいいかわいい、なんだ今の、めっちゃかわいいじゃん、すげえ、めっちゃビョン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 、かわいい。じゃあステータス見てみきましょうか。はい、じゃあレベル100のゼラオラプレシャスボールでございますと。でそれで親ホームなんですね。で内容はまあやっぱり蓄電で、電気タイプの技を受けるとダメージを受けずに回復するという感じでございますと。いいね、めっちゃ強いよね本当に。で技は一緒ですね、せっかちの性格、運命的な出会いをしたようだになってるってことですね。でクラシックリボンで、つけた時の名前、ポケモン好きのゼラオラという風になんか名前もついてるってわけですね。いいね、いやいきなり100ってとこがすごいですよね。じゃあ適当にちょっとダイマックスでもさせてみますか。うわ紫出たし、うわマリルリいい相手じゃないですかこれ。餌となってもらうよマリルリくん、いいね。
かっこいい。うわ光ってる光ってる、めっちゃいいじゃん。でもちっちゃい、めっちゃちっちゃく感じるな、すごい背が。あ、巨大マックスじゃないから巨大マックス技みたいなのはないのか。そっかそっか。じゃあプラズマフィスト普通にやってみましょうか。これプラズマフィストいけ。え、これだけ、これしかないんだ。戦闘アニメありにしたのにわざわざ。このダイマックスのやつだからか。じゃあ普通の戦闘でも見ていきましょうか。アニメ、はいはいはい。どうも餌。いいね、このポーズがいい、かっこいい。でつま先で立ってんだねこいつ、本当にゼラオラってすごいな立ち方。プラズマフィストやってみましょうか。はい、プラズマフィストグーン。そうか、こっちでしか見れないんか、ダイマックスの方では。はい、オッケー、いいね。めちゃめちゃかっけえじゃん、超かっこいい。かわいそう、こんな技やられて。ちなみにこの色違いゼラオラはゼラオラを一体も討伐してない人でも多分受け取れます。私自身で試していないんですが、受け取る条件にはそのような文言はないので大丈夫だと思います。ということで今回は色違いゼラオラが入手できるということで、期間限定なのでそこは注意してゲットしてみてください。てか思ったんですが、幻のポケモンってセレビーとかミュウとかの昔からいるやつはたびたび配布されたり VC 版とかで出たりと、割と今からでもゲットできるし、ゼラオラについては映画に続き今回ほぼ無条件で配布ですから、多くの方が持っていますよね。なので地味にセイキシエミとかクーパとかボルケニオンとかのちょっと古めの幻ポケモンが一番入手できなくてちゃんと幻してるんですよね。ですからゼラオラとかはあれ、もはや幻じゃなくね。